さあ始まった伊達政宗の仙台寺社参り第2回。今回訪れるのは東照寺、北山五山の一つである。またここは伊達家4世政頼公の菩提寺、伊達家にとって初めての菩提寺となった寺じゃ。早速参ろう。弘安6年1283年に伊達家4世伊達政頼公により創建された東照寺。政頼公は伊達家の菩提寺とするため所領の伊達郡に東照寺を含め5つの寺を整備されました。その後米沢、岩出山を経て仙台開府寺に現在の北山の地に移りました。境内には赤松の巨木や国の天然記念物に指定されている樹齢500年の丸見ヶ谷がそびえています。4代ですから時代的には1200年って言うんですから、松本公17年と数えた場合の4代ですから、かなり一番古い時代って分かってる。この松本公の今頃ですかね。政頼公ですね。こちら、はい、まず何のために作られたかですよね、時代を振り返ってみると1283年にできたってことなんですね。伊達家の歴史、友宗公を主題とした場合には政頼公4代、その頃にできたお寺なんですけども、なんで作ったのかというと考えてみるとですね、やっぱり世の中の不安が大きくなった時代なんです。一番、まあ、要するにですね、東北に文化がなくなってしまったんですね。欧州がまず崩れましたね、清平、元平、秀平三代続いた映画が安平さんの時にガラッと崩れて文化がなくなっちゃったんです東北に。それを憂えた地方豪族である政頼公がなんとか東北に文化をという、その意思だと思うんです多分。しかもその当時は東北に文化がなくなったわけでなくて、日本が危機だったんですね。1274年1281年2回、文英の駅、弘安の駅というモンゴルですね、蒙古襲来、それがあったんですよ。本当に危機だったと思うんですね。日本人というのはあの頃ですね、あるしきたりがあったんですよね。外から来たものに対しておひけなしってと出たんですね。それに対して向こうの人、なんつうの、人にスカンって言ったんですよ。それで書いてたみたいですね。まあそれはってことしても、まあ、とにかくなんとかラッキーで乗り越えた。それにつけてもやっぱり日本もちょっと危ないと。でもそれで不安が変わって広がったわけです。大きくなったんですよ、ね。そのために不安を除くためにですね、一つお寺を作ろうと。そのためには文化を持った人を集める。当時は文化を持った人といえば和尚さんですね。まず和尚さんに来てもらう、それから技術を持った人に集まってもらう、大工さんとかね、瓦屋さんとか屋根屋さんとか、いろんな腕を持った職人さんたちを集めると。それで整えられたのがいわゆる伊達五山だったんじゃないかと私は考えるんですね。要するに鎌倉、関東地方、それから京都、あの辺からそういう優秀な人をたくさん集めるんでしょう。それだけ材料があったんでしょうね、伊達家というのは。それでどうすればその意志が強かったんでしょうね、政頼公も。それで和尚に選ばれたのがですね、当時は、まあ、時に一番好まれたのは臨済宗という宗派、その中でも京五山のトップクラスだった東福寺というお寺があったんですよ。今ももちろんありますけどね、縁に弁念という人、東福寺を開いた人、その人が初代なんですけど、東福寺のこの人がものすごい人だったらしいですね。長一国師って言うんですけどね、日蓮さんが唯一認めたのがその東福寺の縁に弁念という人だったんですね。その縁に弁念だけは尊敬できる人だということで、それほど偉い人だったという、その人の一番弟子を呼んだんです、京都から。それが仏智禅師という最初の住職としてね、そこにもそれだけ力を入れたということなんでしょうね。それでまあ一応あのお寺にそういう力を持った人たち、技術を持った人たちを集めて、まあ、お寺を中心として文化を作り上げていったってことなんでしょうね。そこから始まってるんですよ。ですから普通お寺っていうと信仰とかですね、宗教を広めるためとかいろいろありますよね、そういうんじゃなくて、おそらく文化を開くためだったんじゃないかなということなんですね。その意思を継いで政宗公もそういうことしてますよね。その通りじゃ、ね、だからわしもその本人に言うのもおかしいですけどね、そのわしが生きた当時もやっぱり東大一流の
職人の招いてこの仙台を築いたわけですよね。同じことしてるんですよ。そのやり方はもう、わしが生まれるはるか前からこうして続けられてその礎を築いたのが、まあ、東照寺の一番根本であるという正行さんの名前、正行さんのみならず、この一族のことだったんじゃないですかね、おそらくね。そして伊達家で初めての菩提寺と。まあそうでしょうね。で、まあ、東照寺っていうのは、まあ、なんで力つけたかというと、そういうことでその正行さんを、まあ、最初に立ったということと、でまあ、そのね、こう、まあ、実際に活躍する場というのは米沢から仙台に来てからですよね。うん、その時に住職になったのがあの一風軒という、まあ、その猫の足の王子になった、そうですね。その方が住職になったということからも見てもですね、いかに東照寺が大事にされたということなんでしょう、おそらくね。ただ単にその伊達家の秩序を継ぐというだけじゃなくてね、非常に優れた力を持っていたということでね。その方のおかげで私のお師匠、はい、あの小西の師匠が伊達に来てくれた、そうですね。お互いに心知り合っている同士だったんですよ、うんうん、ですからまあ小西の師匠に限らず、そういう神の力というか、そういう力を持った人が住職になったということも、この東照寺を盛り立てていたということでしょうね。うんうん、だから正宗としてはやはりその周りの方々が優秀だったし、本当に力を貸してくださった方が、人に恵まれたのがこの正宗だと、まあ、私自身は思っております。明治9年、1876年に北山一帯は大火に見舞われました。その大火を逃れ、今も東照寺に秘蔵されている寺宝は宝物庫江日堂に陳列されています。おお、これが大火を逃れて、そうです、そうです。ちょっとこれ残念なのはもうね、だいぶ荒れてますんでね、痛みも激しくて。いやでもこうやって残ってくれているっていうのはありがたい。これちょっとね、あのどっかで貸し出ししてて剥がれてきたんですよ、額のあれがね。でちょっとこうやるし、なんか貼ったんじゃないかもね。ところがこれ剥がすと全部ブルブル閉じてしまうところで、このままだってちょっと肉もないんですけどね。これつけてるとみんななんちゅうと思うんですよ、これ。え、まあ、まさまでこう反則工ってですね、反則工まさまで、これつけてると反則工まさ、これもですけども、うちとして大事なのはこちらなんですね。一風あの虎千代丸って私の孫、虎千代丸さんです。この方6歳か7歳で亡くなってるんですよね、虎千代丸。この裏の絵がこれまた非常にかん、なんていうんでしょうかね、この浮世絵の住みですよ。岩佐又兵衛という方が描いたんですけどね、岩佐又兵衛というちょっと変わり者だったんですけど、その方が描いた絵だということで、浮世絵の一番の住みですね。見る人が見たらびっくりしますね、岩佐又兵衛が描いたところで。あとまあ裏のこの、これが先ほど言った一風軒、松丸子の王子ですね、これを顔をされてたんですね。こうやって展示を始められたのは、いつぐらいか。30年ぐらい前ですね。20年ぐらい。どうせ戻って間もなくわけですね。意外と知らないお客人も多いのではないか。ぜひまた何度でもお話を伺いに来てよろしいか。はい、どうぞ。国安住職の方には誠にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。本堂の裏手、北側にある虎千代丸のお墓へ。数え7歳で創生した政宗公のご着尊、虎千代丸のお墓は政宗公の大叔父一風軒大友候補和尚と並び築かれています。伊達政宗の仙台寺社参り第2回目いかがだったかな。いや、東照寺の歴史は深いの、地元のものでもなかなか知らぬことが多かったのではないか。そして丸見川の木も今もそびえておる。ぜひ皆々足を運ぶがよいぞ。